です。エリアスキャンで推定するには判断材料が少なすぎます。エリアスキャンってどういう原理？指揮官のオペレーションデバイスから映像データを受け取って3D マップ化し、 AI による補正を行っています。地形や大型の建築物は正確に処理できますが、小型のオブジェクトはどうしても分析精度が落ちてしまいますね。想定外の状況への対応も困難です。じゃあそのデバイスについてるカメラって今を使ってるよね？はい、エリシオンから納品されている最高性能のものです。そうなんだ。メモメモ、高そうだね。そうですね。